はい、ってことで、今ゲーム攻略サイト、ゲームウィズ、こちらにお世話になったことある方、かなり多いんじゃないかな。逆にゲームをやってる方で、ゲームウィズ見たことないわっていう方、かなり少数派かなと思っておりまして、まあその前にどうしても目に入ってしまうような、まあそのような大手ゲーム攻略サイトとなっておりますが、今なんと、このゲームウィズが、かなり窮地に陥っておりまして、今ネット上ではこれ下手すると潰れるんじゃないかとか、そういったことが今言われております。特にですね、こちらのゲームウィズ、今なぜそういったことが言われているのかと、まあそういった点なんですが、今回ゲーム攻略サイトゲームウィズなどを展開する株式会社ゲームウィズは、10日自社の2024年5月期の通期決算発表を行いまして、まあこちら丸々1年間ですね。まあちょっとその5月期に通期決算っていうのはかなり珍しいかもしんないけど、このタイミングで決算発表がございました。で、その結果売上高は、通期で約35億円。一応微減でとどまっているものの、営業利益がね、かなり厳しくて、メディア事業などの不振により、6700万円と大幅減に着地したと。まあそもそもあんまりですね、営業利益が高くなかったのに、それがさらに減ってしまい、わずか6700万円。なので、これ下手すると、もう赤字いつ転落してもおかしくない。で、今のところこれ打開策がないので、一回落ちると、もう継続的にずっと落ちてしまうんじゃないかと。そういったことが今言われてるわけですよ。まあこれ可能性としてかなり高いんですが、まあこれの理由っていうのが昨今ですね、ゲーム攻略サイトが乱立したりとか、まあそれこそね、ゲーム攻略サイト大規模なものについては、本当になんかね、先駆けみたいな、まあ先駆者みたいなところで、ゲームウィズ、本当に一昔前はすごかったんだけど、やっぱり競合がね、最近は台頭しておりまして、その結果、競争に負け、まあ、このような状況になってしまい、で、これからの見立てでは、まあ、そこまでね、伸びる可能性もそこまでなく、まあ、このまま自利品になってしまう可能性が高いと。で、これね、別途ヤフーニュースにも取り上げられておりますが、足元は相当厳しい状況となっています。これ、下手すると身売りなのか、数年後に潰れるのか、ないしは縮小なのか、そういったところがね、視野に入ってくるんじゃないかっていうことが言われております。まあ、これについては、ユーザー目線からすると、まあ、残念な話ではあるよね。まあ、単純にゲーム攻略サイトが廃れる可能性が出てきたわけだからさ、まあ、ちょっとそこのところはいただけないところがあるかと思いますが、まあ、今このような状況になってしまっていると、まあ、そういった状況ですね。いやーけど、ゲームウィズってどうなんだろうね。まあ、ゲーム8と並んで、やっぱりネットメディア、特にゲーム特化のネットメディアの中では相当大手なので、で、特にゲームにだけ特化してるっていう点で考えると、本当にね、素晴らしい、まあ、ゲーム攻略サイトと言っても過言ではないので、まあ、自分もね、かなりお世話になっておりました。ただ相当厳しいよな。で、このゲームウィズなんだけど、まあ、初期の頃というか昔はね、相当ね、クオリティが高い記事が多かったんですが、まあ、こういった業績の悪化とか、あとその、主力の方、今までメインで記事を書いていた方とかがいなくなったりとか、まあ、転職とかでね、いなくなったりとかで、攻略まともにしてなかったり、あと更新がね、放棄されていたりとか、内容が遅かったりとか、あと単純に記事が更新されないみたいな、他のゲームサイトと比較して明らかに遅くなってるとか、そういったことが言われていたりとか、クオリティの低下も懸念されております。まあ、現に今ですね、他のゲームサイトと比べると、クオリティがね、確実に落ちてきていると、まあ、そういったことも言われているので、まあ、これはね、終わりの始まりじゃないか、っていうことなども指摘されている状況ですね。はい。いやーけど、似たようなサイト多すぎて、本当に全部共倒れしそうな感じがするよね。まあ、こういった形で大規模に展開するっていうことは、まあ、それだけ人を雇わないといけないわけだからさ、まあ、採算が取れにくい記事とか、取れないゲームとかも、今までやってきたわけだけど、ちょっとここはもうこれから取捨選択して、
何かに特化をする、そういった形でシフトしていかないと、やっぱりね、ゲーム攻略サイトってたくさん今あるからさ、で比較的大きなものとか、そういったものもあるので生き残り難しいよね。まあ差別化できるところがあまりないっていうのもあるから仕方ないのかな。まあ差別化できる要素としましては、まあ単純に、情報が濃いとか、あと早いとか、まあこのね、二つぐらいかなと思っているんですが、ただどちらのプレゼンスも今ね、このゲームウィズない状況なんで、まあ相当厳しい状況なのかなと思いましたね。いやーけど、まさかの状況ですよね、これは。ゲームウィズか。モンストの時はね、本当にすごかったんだけど、ね、普通はなんか時代の流れとともに、なんかクオリティって上がっていくもんなんだけど、逆に下がってるからね。まあやっぱ経費もね、そこまでかけることができず難しいっていうことなんでしょうか。はい、まあとりあえずそんな感じです。ただまあネット上の意見とか見てると、別にね、なくなっても困らないとか、まあ他にもサイトあるし別にみたいな、そういったね、見解の方、反応の方がかなり多いのかなと思ってて、で実際にまあ今の時代ゲームウィズじゃないとできないこととか、そこを見ないとわからないことってないからさ、まあ、そういったところを考えると、まあ、潰れたところで何か支障があるかというと特になく、何か懸念点があるかというと特になく、まあ、そこで働いてる方死活問題ではあるけど、まあ、逆にそれ以外については特に問題点でないからさ、まあ消えてくれてもいいし潰れてもいいし特にいいですよ、どちらでもいいよみたいな、そういった意見の方が大半なのかなと思いましたね。まあそんな感じでございます。はい、いやーけどかなり厳しい展開ではありますよね。はい、ゲームウィズか。いやけど一つの時代の終わりな感じがするよね、ゲームウィズ。本当になんかここ10年ぐらいはゲーム攻略サイトの超大手として君臨していたわけだからさ。いやけどゲームウィズに続いてゲーム8とか、まあ、他のメディアとかもね結構厳しいんじゃないかな。まあ結局ゲーム攻略サイト厳しいよね。なんか一昔前攻略本ってめっちゃ流行っていて、で攻略本を買うことがもはやステータスっていう時代があったんだけどさ、今となってはもう記念に買う程度にとどまってますからね。でまあ攻略本も廃れたように今度はゲーム攻略サイトも廃れで、大手でもやっていけなくなり、でまあ個人の方が、あとはまあ超大手か、多分どちらかになっちゃうんだろうな。まあ個人であれば趣味でやってる方もいるし、で社員雇ってるわけでもないし、まあ経費をかけてるわけでもないので、まあ個人で細々とやるか、あとはまあ超大手でもう資本力で押し切るかっていう二択になるんだろうね。はい、だからまあ中堅どころはね、今かなり厳しいんじゃないかなと思いましたね。はい、まあそういったところで今回ゲームウィズが潰れる噂本当なのかどうかってところが今話題となっておりましたので、まあ現在の状況についてご説明をさせていただきました。ぜひ皆さんゲームウィズに対する感想だったりとか印象だったりとか、そういったところをですねコメント欄でいただけると幸いです。ではまた、バイバイ。